はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。かなり久しぶりの、投稿になるんですけど、今日はちょっと重要なお知らせをちょっと何個か発表したいなと思います。ツイッターの方ではね、もう発表されてるので知ってる人は多いと思うんですが、ですね、6月27日の18時から、ラッシュゲーミング主催のウォーゾーンのイベントがあります。ウォーゾーンクリエイターズパーティーっていうね、約20名のクリエイターさんを招待させていただいて、ラッシュゲーミングのメンバーと、でそのね、招待させていただいた人とね、こうデュオをね組んで各チーム、ちょっとねやるウォーゾーンのイベントがねあるんですけど、まあ、そのゲーム実況者さんだけにとどまらず、本当各方面のいろんなね有名な方が今回、ね出演することになったので、もう非常にね盛り上がるであろうイベントなんですが、僕のねそのデュオのペアの方が、これ、ね、皆さんびっくりしますよ、知らない人まだね、 IFBB プロのカネキンさんに、なります。いや、もうこれはね、もう僕が一番緊張してるんですけど、僕カネキンさんのことは本当3年ぐらい前から本当 YouTube をね、もうほぼ毎日、その毎動画必ず見てます。普通にファンですね。で、その、まあ、カネキンさんは、フィットネス界では知らない人はいない本当超有名な方なんですけど、そのフィットネス、まあ、筋トレ界を知らない人もいると思うので軽く説明すると、フィジークっていうそのボディービルの、まあ、一種の競技があるんですけど、そちらの、日本で一番有名な方でプロの選手の方です。もうね本当超その、まあね、有名な方なんですが、COD をね何年か前から、プレイしてたみたいで、まあ、カネキンさんはサブチャンネルでも結構あの COD のね動画を投稿してたんですよね。まあそういうのがきっかけで今回ちょっとお誘いしたんですけど、坂のねあの OK がもらえたということで、ちょっとこういう感じで僕とペアを組んで出演することになりました。日本ではおそらく初めてかな、このフィットネス界の人とこのゲーム界の人がこうコラボするっていうのは、多分初めてだと思います。まあちょっとね、海外の有名なところだとフェイズ、元フェイズのあのセンサーとかね、 COD のセンサーとかがよく、ね、そのフィジーク選手とかと一緒に筋トレとかしてたんですけど、日本ではまだこういうのは、ね、こういうコラボレーションはなかったと思うので、ちょっとね異色のコラボレーションということで楽しみです。カネキンさんの、メインチャンネルとサブチャンネルは動画の概要欄に、貼っておきます。で、イベントの当日は、本当もう僕とカネキンさんのチャンネルでどっちもね、こうお互いに配信すると思います。で、イベントの日までちょっとね、日数があるんですけど、まあそれまでに、カネキンさんとね、あのコラボ配信を、ウォーゾーンのコラボ配信をすると思うので、もうぜひね、両方のチャンネルを、ね、通知ボタンオンにしておいてください。イベントの日までちょっとカネキンさんを、もう最強にさせるっていう目標で、ちょっとね、今月はやっていこうかなと思います。まあ、というような感じで今月は、そのね、ビッグなイベントが6月27日にありますよと。で、他のちょっとお知らせ系は、ラッシュゲーミングにちょっと新しい、パートナーさんがつきました。ブレイブっていう、ブラウザサービスの会社さんなんですけど、概要欄の方からそのダウンロードしていただくと、そのブレイブの、ラッシュ仕様のね、ちょっとね、ものがあるんですけど。で、ブレイブの特徴を簡単に説明すると、まあ、普通のブラウザよりまあね、速度も速くなってて、で、広告、無駄な広告を自動的にブロックしてくれますよっていうのと、で、面白いのが、その、バッドポイントってのがあるんですよ。BAT の方ですね。D じゃなくて T の方なんですけど、バッドポイントっていうのがあって、まあ、広告とかをね、ちょっと任意で見ると、まあ、ポイントがね、もらえるんですよ。で、そのポイントを、まあ、好きな投稿者さんとか、ね、チームとかいろんなところにこうスパチャできるっていう、スパチャ寄付ですね、スパチャができるっていうね、ちょっと面白いシステムがあるんですよね。だから、まあ、自分でこうお金を出さなくてもその好きな投稿者さんとかを支援できるよっていうねシステムになってます。で、面白いのがこのブレイブの新しいパートナーがね、このラッシュゲーミングの次に発表されたのが、BTS っていうね、韓国の超有名な、世界的だね、もう世界的に有名な、アイドルグループっていうのがね、ラッシュゲームの次ですからね、それが。まさかのね、まさかの、なんかもう、この個人のなんか自撮りの投稿とか、もう数万いいねとかいくね、超有名なアイドルグループなんですけど、まあ、そこもね、ブレイブとパートナーを結んでます。
というような感じでラッシュゲーミングの新しい、パートナーのブレイブさんが発表されましたよと。で、まあ、あとはね、個人的な、ね、ちっちゃい話なんですが、この僕がねいつも実写動画で来てたこの Be Inspired Crossing っていうイギリス そのフィットネス系の、まあ、ブランドなんですけど、まあ、こちらの方からちょっと毎月服を送ってもらえることになりました。まあ、僕はね個人的に好きでインスタとか、まあ、YouTube でこう来たりしてて、単純に僕が私服として好きで来てたんですけど、まさかのねちょっと連絡が来て、まあ、服毎月送るよっていうことになりました。まあ、今後もしかしたら何か、ね、お付き合いがあるかもしれません。まあ、この服がね気になる方は概要欄にリンクも貼っておきます。でこのサイトはまあ海外でまあ輸入になるんですけど、まあそのねホームページは自動的に日本語翻訳されますし、まあ大体都内だとまあ1週間ぐらいかな届くまでかかったかな。まあ、そんなにね遅くないと思うんです。結構発送はスピーディーにしてくれます。でサイズに関してなんですけど、まあ、海外のやつなんで、でちょっと鍛えてる人用に作られてるのかな。なので、まあ、ちょっとねサイズは日本よりワンランク上だから、まあ、日本の S が XS かなこっちは。だから普段日本で着ているサイズよりワンダウンさせた方がもしかしたらいいと思います。はい、というわけでちょっとね今日は久々の投稿だったんですけど、ちょっとねお休みしてました。なのでちょっとねかなり空いてしまったんですが、まあこれからちょっとイベントに向けて、カネキンさんと配信したりとか、また少しずつねやっていくと思うんでよろしくお願いします。ではすいません、今日はちょっとねこのお知らせだけにします。というわけでお疲れ様でした。ぜひグッドボタンと高評価よろしくお願いします。お疲れ様です。